名古屋から聞いてちょうよ、ホーマーショーの歌の宝箱。こちら、こんにちは。カラオケの居酒屋さんぽさんのルミママさんです。はい、こんにちは。ママ、今日第1回目の公開収録でございますが、はい、ありがとうございます。まず、はい、ありがとうございます。こちら、さんぽで初めてその収録をやってますので嬉しいです。はい、なんとか頑張ります。よろしく、お皆をかけてよろしくお願いいたします。今ママね、本当にこう皆さん来る前の準備中で忙しい中なんですけど、はいはい、今食事に通って中ママ今日はお世話になります。こちらこそ頑張りましょう。頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さん、改めましてまずお集まりいただきまして本当にありがとうございます。はい、ちなみに今日のイベント、こういうイベントだと知らなかったって方いらっしゃいます？あ、いや、半分以上やないか。そうなんです。先ほどね、言ってくれたんですけど、今回こう番組の初ロケでございます。しかも公開収録ということで、私たちもちょっと気合が入っております。スタジオ出ましてね、はい、本当に飛び出しまして初めてのことです。初めてなのでよろしくお願いします。ちなみにもう皆さん歌い慣れてますか？バッチリ。みんなバッチリ。みんなバッチリ。あ、ママが言うなら間違いない。みんなバッチリ。みんな自信満々。もう心の準備で誰が一番でも大丈夫ですよね。心の準備は大丈夫ですか？サマのお客さんみんなバッチリ。バッチリ。あ、よかった。もうね、こうジローさん、はい、見るとお酒も進んでますから。ガソリンが入りました。ガソリン、うまいですね。それではジローさん、はい、早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。期待させていただきます。それでは、はい、最初にみなべたなさんお願いします。イエーイ。いきなり優勝候補じゃないですか。似ているだけでこんなに安らぐ男の心、優しい瞳、俺の宝だよ。ついてきてくれ。惚れた女はお前だけ。あ、何点だ。はい、みえこさん、まだ行く。すごい。
どさん。よいしょ。西へ行くのはこっちかい。黙っていても分からない。もういらない。ラララ。おお、高い、でも高い。あふれめる赤さあればこそ未来に向かい我ら立つ海の太陽山の雲輝け命の歌声にでも高い。ありがとうございます。素晴らしい。よ、ジローさん、イエッ。テンションが低かったりしてね。あるよ、ちょっと待って。あの、歌手は君で、その人が好きだと逃げぬまま山を後に来て国を出たのゆくこの春と夢を叶えて迎えに来ると誓ったあの日面影の奇跡。よ、よ、よさん、よし、高い。よさ、すごい。ちょっと素晴らしい。あなたに噛んだ小指が痛い。昨日の夜の小指が痛い。そっと口に入れる教えてて微笑ってて、あなたのことを忍んでみるの。あたしはひとりにしてね。昨日の夜の小指が痛い。あ、あ、上がる上がる。まだありますね。94、ありがとうございました。雪よりしのぶ心の中に高い月命こぼれて咲いてうれしい花のように
気になるのはここからですね。78点、さあもっといく。何点だ、85点、もっといきそうですね。93、高得点でございます。これから始まるあなた
の道を思い出は1番はですね、もうトップに歌われましたみなべはのしさん、おめでとうございます。次郎さんから景品でございます。あ、いや、すごいですね。普通トップって緊張するんですけど、あのはのさんの場合はもうトップから97、こういうこともあるんですね。一番今日は思い切りずずしく歌わせていただきます。ないです、最高でございます。はのさん、いつまでもちょっと歌い続けてくださいね。そして2番が中西忠さんと加納さん、同点でございます。はい、同点でございます。中西さん、おめでとうございます。そして加納さん、おめでとうございます。はい、3位もいらっしゃいますかね。はい、3位は田岡さん、町の灯台を歌われました田岡さん、おめでとうございます。素晴らしい。春日八郎さんのサーブありましたね。ありがとうございます。ゆうせ、あ、いつも卵ありがとうございます。みえこさんいつもタンパク質を、貴重なタンパク質をいただいております。みえこさん、いつもありがとうございます。正解でございます。良いですかね。ゆうせさん、良いで、ここまで、はい、4位までの景品でございました。1位から4位までの皆さん、本当におめでとうございます。ございました、ありがとうございました。まあ、まあ、よかったら、もう一回が、あの、私は、あの、移転するときにまた新しい店に来ていただいて、また1回目が頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。レミママさんでした。皆さん、本当にありがとうございました。もうとても素敵なイベントにおかげでなりました。引き続き散歩さんもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。イエーイ、ありがとうございます。イエイ、いい感じだね。Oh.
光が灯る。恋のある人が戻ると嘘をつく。待っていますと返してもつく。どうぞ願いします。こちらは住所はどちらにあるんですか。はい、ここは中川区の 2A になりますね。2A どこの方でね。はい。13年やってまして、はい、ここに作業所ができまして、はい、去年の5月に購入したんですね。はい。1年経ちました。1年経った。あ、はい、こちらの作業所とグループホームがあと3部屋ありまして、はい、まあ、とりあえず作業所の方の立ち上げから1年なので、はい、うん、こちらをちょっとね、盛り上げていこうと今一緒にお手伝いしていただいている方が増えたので、はい、プレイリストさんでもあって、ね、あ、そうなんですね、はい、こう目標とかあったりします。目標はそうですね、お客さんに喜んでもらって、喜んでもらって、そこで一人でも二人でも多く来ていただけるような、はいはい、リーズナブルなお値段ちょっと失礼いたします。これ料金表ですね。よいしょ。はい、あ、いいですね。ですね、素敵な場所ですね。はい、よろしくお願いします。皆様、シャノンさん、ぜひ、はい、あの来てください。よろしくお願いします。はい、イエー。ではソラリスワークの管理をされている鈴木さん、はい、今はあの自動車の部品の買取を主にあの男の子が中心でやってて、はい、で女性の方はあの髪の毛染める毛染めの毛袋とかブラシとか、うん、そういうのをあのセットして説明書と一緒に袋に入れて、うん、っていう仕事が今はその2つを一生懸命やってるんです。時期によってはあの他のダイレクトメールのやつとか、うん、うん、いろんなことあるんですけど、はい、今はその2つでやってます。あ、スタッフはですね、はい、作業所のスタッフ、はい、病院のスタッフ、うん、で、あと調理をしてくれる調理をしてくれる、うん、スタッフさん、うん、いろいろみんなあの楽しい人ばっかりで、はい、はい、元気にやっております。あ、お仕事がしたいけど、うん、お仕事に行けないとか、うん、でお家で何かやりたいけどできないとか、もしそういう子たちがいたら、うん、ここを覗きに来てもらってみんながなんかワイワイやって、うん、で最初は本当にお仕事でも見に来て、ああそうなんだって帰ってもらっても、うん、でちょこちょこ見に来てるうちに楽しくなって、うん、ここでお仕事をしてもらえたらなとか、そういうことに、なんて思いながらやってるんですけど、まあ、はい、スタッフさんはもう今大募集中ってことです。大募集中ですやりたい子も、静かに一人で作業がしたい子もちゃんと場所を取ってできたりするので、はい、ワイワイが苦手、人が苦手っていう子も来ていただけば、黙々とできる仕事もあるので、あとは手芸の好きな子も
マルシェとかにね、なんか手作りのものを出したりするので、そういう方も来てもらえたらいいかなって、はい、思います。よっしゃ、ありがとうございました。お願いします。はい、スタッフの小塚です。山田です。斉藤です。桜井です。はい、今日はありがとうございます。メルタイの人とかもさ、来てくれれば、はい、元ですよ、元。はい、ハロー、ハロー、あ、えらい国際的ですね。はい、せー、OK。控えなして、どうも、目玉テレビオーマーショーです。はい、ただいまね、こちら、終わりあずり FM さんのスタジオに、着きました。本日は収録でございまして、ゲストに、北川由紀子先輩、そして信濃二郎さんに、来ていただきます。あ、今日もね、暑いですね。はい、もう楽しみでございます。局長さんと様と、はい、ちょっとお話しさせていただきまして、はい、いやもうまさかまさかの展開で、急展開で、もう今結構な頻度であれからまた来させていただいておりまして、2日に1回は来てるんで毎回毎回ちょっと目玉テレビも出てた、ありがとうございます。生放送から、番組持ちたいです、持ちましょうみたいに言っているんで、まさか現実になって、びっくりでございます。また叶いますね。はい、またこう叶いますね。じゃあ反応がちょっと一個遅れましたけど、もう僕自身もこう展開が楽しみになってますので、まじ部長なりほどよろしくお願いします。はい、公開を盛り上げましょう。はい、よろしくお願いします。はい、本日は、北川由紀子先輩、そして信濃二郎さんに、こちら、終わりあずり FM、名古屋から聞いてちょうよ、おまショウ歌の宝箱来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。もう本当に、お二人とも、歌のこともそうなんですけど、会社の、もともと会社の、社長さんでも、ございまして、そのお話なども、今日は聞かせていただきました。またこういろんなお話を聞かせていただきたいので、よろしくお願いします。そして、お知らせなんですけど、9月のからまたこうお二人ともこう MC を一緒にさせていただけることも決まりましたので、ぜひ皆様また SNS でアップさせていただけますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。いいですか、何回も。本日もありがとうございました。ありがとうございます。放送していただいて、翔さんにいつもお世話になってます。ありがとうございます。おいらさん、はい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそです。ありがとうございます。お二人とも本当にもう二人のおかげで、いや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 、バタバタでいつもいつも助けていただいてお世話になっております。ありがとうございます。また何卒よろしくお願いします。こちらこそです。よろしくお願いします。ありがとうございました。本日もね、終わりあずり FM さんのスタジオに来させていただきました。本日は信濃二郎さんと、一緒にパーソナリティをさせていただきます。
ゲストにミスターマリモさん、そして青木優さんに来ていただきます。楽しみです。じゃじゃーん。本日は、はい、信濃二郎さんとのパーソナリティの第1回の記念すべき日でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、その記念のゲストに、来ていただいたのがありがたいミスターマリモさん。マリモでございます。よろしくお願いします。そして青木優さん。青木優です。よろしくお願いします。はい、もうとても楽しみでございますが、二郎さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、今日本日もお二人にありがとうでよろしくお願いいたします。あはちゃんと言ってください。ありがとうございます。はい、小町局長今日もよろしくお願いします。こちらこそです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。爽やかで、爽やかに整形してまいりました楽しみでございますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、間もなく、本番でございます。二郎、信濃二郎さんでございます。はい、これからね、二人で、はい、話して、ゲストを、はい、お二人に入っていただきますので。はい、終わった直後でございます。楽しかったですね、今日は。ありがとうございます。ね、本当に。二郎さん、もう一度お二人のことを紹介いいですか。はい、お願いします。ミスターマリモさん。イエーイ、ミスターマリモです。よろしくお願いします。イエーイ、おぎゅうさん。イエーイ。生放送では実はね、さっき感想を言っていただいたんですけど、もしよければこっち目玉テレビ僕やってるので、感想の方いいですか。いや、本当に良かったよ、はい、楽しい。あ、本当に今日1回目でしょこれ。あ、二郎さんとの、ね、こう MC がもう、ね、はい、第1回目。でもよく息もぴったりでいいんじゃないですか。はい、いや、もう、うん、まあ、これからも頑張ってください。頑張ってますね。応援してますし。あら、た、ね、また声出し機会あったら出してください。もうお願いします。ね、もうね、ゆりおさん来てほしいでしょうね。いや、本当楽しかったです。ね、あっという間に時間ね、来ちゃって。やっぱり翔吾くんのね、そう、テンポが上手です。本当に上手。上手です。慣れてるよね。そしてその二郎さんへの振りもとても、はい、ね、お上手なので、とても良かったと思います。よく勉強になりました。ありがたかったです。本当に。ありがとうございます。まあ、3つしか違わないんですけどもう3つしか違わないですけど本当にそして二郎さん、ね、一緒にこうパーソナリティありがとうございます。よろしくお願いします。皆様今後とも何卒よろしくよろしくお願いいたします。頑張ってください、ね、頑張ります。イエーイ。はい、お迎えなすって、本日も終わりあずり FM さんのスタジオに、ご参していただきました。本日は収録ということでございまして、北川一光先輩、そしてゲストの、方々と、トークさせていただきます。ちょっと見ないうちに、はい、えらいポップアップな感じ髪型もすごい。アーティストか何かされてるのかなと思ったら、されてないということなんですけど、はい、おしゃれな大平さんでございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、本日、北川一光先輩とパーソナリティでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おしゃれですね。着るもんがなかった。とても素敵なゲストの2人来ていただいておりますが、早速失礼いたします。じゃじゃーん。はい、歌手の辰巳愛さん。はい、そうです。そして歌手の須藤重隆さん。お二人はカラオケ喫茶辰巳さんの、ママさんマスターでもございまして、本日は、ゲストとして、こちらスタジオに来ていただきました。イエーイ。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。今日はこうここでしかまた聞けない話ももしかしたら出てくるかもしれないのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、小町秀樹局長でございます。よろしくお願いします。本日もよろしくお願いします。こちらこそです。お楽しみです。いや、こちらこそです。あら、まずは、二人でご挨拶させていただきまして、本日来ていただいたスペシャルなゲストのお二人を、呼び込みたいなと思います。
ただいまね、収録無事に終わりましたが、ありがとうございます。はい、辰巳愛さんです。はい、イエー、出ましたマスター。はい、少し豊かさん、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ぜひね、はい、放送日が、うん、第2金曜日の、うん、2時からでございますので、はい、皆様見てください。はい、そして2週間後には YouTube にもアップされます。ありがとうございました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 。はい、本日ね、シュナの二郎さんと一緒にパーソナリティをいただきますが、はい、ゲストでございます。散歩のママです。はい、ルミママさん。ルミママさん。はい、大木はじめさんです。歌手大木はじめさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう間もなく5分ぐらい前ですかね、本番始まりますけど、放送日が10月の27日金曜日の2時からになります。この放送を見逃した方も2週間後には YouTube にも載るので、お客様も見ることができますので、あらー、ママさんね、お客様たくさんいらっしゃいますので、ぜひ見てほしいです。そしてお客様ファンの方、ぜひ見てほしいので、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして先輩もいらっしゃいます先輩来た、面白いよ、もう終わったから。先ほどね、シャノジロさん、本日も元気でちょっとパーソナリティーしましたので、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ただいま無事収録終わりました。さあ、じゃあ改めて二郎さん、パーソナリティね、2回目ということで、今日はね、本当に素晴らしいゲストを迎えまして、はい、ありがとうございました。本当にありがとうございました。ルミママさん、散歩ルミママさん、大木はじめさん、そしてパーソナリティは二郎です。よろしくお願いします。翔吾です。よろしくお願いします。またねまたねはい、お迎えなすって、ありがとうございます。本日、こちら愛知県の終わりアズリスタジオさんにて、はい、生放送日でございますね。名古屋から聞いた蝶よ、はい、浜翔吾歌の宝箱、本日は昭和のユッキーというママ一行、はい、先輩にと一緒にパーソナリティをさせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、おしゃれでございます。はい、先輩、はい、今日も素敵な、今ちょっとちらっともう映っちゃいましたけどもうまたこうキラッキラしたスペシャルなゲストの方来ていただいておりますが、ね、はい、うん、付き合いは長いですけど、うんうん、大河内智子ちゃん、お世話にもこの間お祝いとっても良かった。ありがとうございます。はい、大河内智子さんで、僕もすごくお世話になっている、先輩でございますが、大河内さん、はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。実は生放送で、はい、本当にこう以前もちょうど生放送の時に来ていただいて、はい、大河内さんの時はなぜか生放送が本日も、はい、もうとても楽しみでございます。はい、またちょっと終わった時、はい、いろいろちょっと聞きたいと思いますので、お二人ともよろしくお願いします。お願いします。まもなく、スタートします。生放送でございます。2時からです。はい、今北川一子先輩と一緒にいますが、はい、ちょっとネタバレしちゃいますけど、はい、ネタバレしちゃう。はい、前に奥さんもいらしてくれてます。はい、よろしくお願いします。皆様ぜひ見てください。はい、お願いします。よろしくお願いします。イエーイ。ありがとうございます。生放送無事終わりました。先輩お疲れ様です。お疲れ様です。今日のゲストは大河内智子さんでした。イエーイ。大河内さん。2回目でございますが、もしよければ感想など聞いても、はい、とってもね、うん、いい番組で、そして好きなことを勝手に喋らせてもらえるっていう、本当に和やかに、ね、
進みまして、あのゆきこさんのお話もすごく面白かったです。さすがでございます。勉強になりました。本当に面白い。あのなんかゆきこさんの一面が出てね、うん、もう良かったです。イエーイ先輩。久しぶりにお邪魔したもんですか。適当に喋っちゃってすいません。それがまた自然体でいいんですよね。良かったですね。あの二人ともでお世話になってる方々で、あのこれからも今後とも末永くよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。2週間後は YouTube にも、はい、終わりアズーリ FM さんの YouTube にも、今回の生放送の様子がアップされますので、ぜひ見れなかった方は見てください。よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。みんなで今カフェに来ております。ありがとうございます。はい、本日もこちら我アズリウムさんスタジオ無事に生放送終わりましたが、皆さんありがとうございます。ご紹介してもらってもいいでしょうか。はい、はい、あの12月の1日にデビューしました、うん、はい、夏川英治さんです。よろしくお願いします。イエーイ。前回も出演していただきました、はい、青木優さん、私とデートしてます。イエーイ。よろしくお願いします。あの本当皆さん、今年がラストということでございますが、ゲストに来ていただいたお二人も本当にありがとうございました。ありがとうございました。もう皆さんとこう、スタジオで生放送なんですけど、もうすごくこう、本日も朗らかにもう楽しく、お伝えさせていただきましたが、ぜひ番組に出ていただいた感想もいいですか。まず2回目ということで、あの本当に毎回思うんですけど、はい、あの翔吾くんのね、その回し方っていうのかな、この業界言葉で言うのは業界方なんか本当にお上手で、あのスムーズにこう言葉が出てきて、そしてちょっといらんことまで喋ってしまうかなーなんて思っちゃって、でもちょっと待てよと思いながら、今日も楽しくお話しさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。前回もそうですけど、今回もものすごくこう盛り上げてくださって、場をこう笑顔にさせる力がある青木優さんでございます。本当ありがとうございます。ありがとうございます。そして、12月1日、はい、まだデビューしたばかりの夏川英治さん、はい、何でもデビューしてこうメディアは初ということで。そうなんですよ。もう本当に緊張してました。緊張しましたか。そんな風に見えようか。でも本当に先ほどね、青木優さんおっしゃったように、アットホーム的で、うんうん、いい雰囲気、クセになるっす。ありがとうございます。翔さんのね、はい、釣りがうまいんですよ。ねえ、本当にだからこう、ありがたい話しやすいですよね。よかった、うん、本当よかったです。そこを盗もうもう、ありがとうございます。あ、もしかして番組を番組をあ初ということで、このね、二郎さんとこう一緒の番組を選んでいただけたのが本当ありがたいので、よろしくお願いいたします。それではじゃあ二郎さん、今年本当ありがとうございました。どうもありがとうございました。本当に、来年もね、はい、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。終わってみて二郎さんどうでした。やっぱりね、うん、皆さん明るい方だし、はい、私の方が上手ですから楽しく過ごさせていただきました。また来年も素晴らしいゲストを探してきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん本当来年も何卒よろしくお願いします。イエーイ。本日も、無事生放送終わりましたが、大平さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。名古屋でも東京でもお世話になっております。はい、ありがとうございます。そして、大野さん。大野さん、はい、すいません。本日もありがとうございました。いえいえ、本当、お二人とも、こう、正面でね、こう、ニコニコしてくださってるので、本当にそれが、僕自身、皆さんそうだと思うんですけど、なんかこう、喋りやすい、こう、環境を、にしてくださってるんで、そこはもうありがたいです。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。今年がラストということなので、はい、お世話になりました。はい、また来年も、お二人ともよろしくお願いいたします。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエイ。おしけなすってーいるきよりまし
かね、終わり、アズリフィーム、名古屋から聞いてんちょい、大間商号、田の宝箱、無事、生放送終わりましたけれど、こちら、ゲストで来ていただきました、歌手の後藤宏さんです。あ、どうもどうも、後藤宏です今日は、はい、今年の初のゲストということなんですけど、はい、お世話になりました、ありがとうございました。来ていただいて、はい、ありがとうございます、こちらこそありがとうございました。あの生放送だったんですけど、2週間後にあの YouTube でもアップされますので。あ、そうなんですね。そうなんですよ。もう本当あのなんていうんですかね、後藤さんのならではのこう雰囲気の、放送だったので、なんかこう嬉しかったです。まあ、こうやって久々にお会いできて、ご一緒できたのは。いや、こちらこそ久しぶりにね、お会いできて、楽しいお話をさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。またぜひ、来てほしいので、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます、後藤さん。はい。イエーイ。イエーイ。ありがとうございます。パーソナリティをご一緒させていただきました。北川ゆき子先輩、いつもありがとうございます。ありがとうございます。今年もお世話になりました。新年早々ということで、3人でパーソナリティをさせていただきました。先輩、いつもありがとうございます。あ、ありがとうございます、二郎さん。待ってましたよ。今、ちょっと、ちょうど今、あの、シナさん会議されてたんで、あの、シナさんも、いつもありがとうございます。よろしくお願いします。今日、あの、三人で、まず、こう、ご挨拶から入ったんですけど、はい、会を増すごとになんかこう、グレード、なんか、ね、素晴らしいですね、本当。いや、そんなことないです、もう、本当に。私たち何も知らない。やめてください。やめてください。でも、本当、あの、今年も、あの、何卒よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、こちら北川ゆき子先輩、はい、そして品野二郎さんでございます、はい、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。お願いします。小町局長、いつもありがとうございます。あ、はい、どうも。ちょっと計らいで、はい、CM 動画を撮ってくださるとの計らいなんで、そんなもうあの後で請求するんで。ああ、じゃあ今からちょっと撮らせていただきます。はい、ありがとうございます。じゃあ失礼いたします。